路線バス大原は、沖縄県八重山郡竹富町の地名。八重山諸島入表島南東部に位置する。現在、障子としての、大原という地名は廃止されており、近隣のいくつかの地域と合わせて、沖縄県八重山郡竹富町はざ、早見の一部となっている。中間港入表島南東部、中間川の南側に広がる集落。 1938年と1941年、入表島南東の沖合に浮かぶ新城島の農民が集団移住して形成された、入表島の入植地としては比較的新しい地域である。この地区に位置する中間港は西部の上原港と共に、入表島と島外を結ぶ定期船が発着する港として重要な地位を占めている。 石垣港と上原港を結ぶ航路は、石垣島の北側を通るため、北寄りの風が強い冬季には、波風の影響を受けやすく高速船の欠航が頻発することから、代替バスで中間港上原港間の送迎が行われることも多い。こうした事情により、現在では、入表島における交通、経済の中心地となっており、 商店やレンタカーの店舗が港から集落にかけて多く立地している。竹富町は旧八重山村を分村して発足した1914年から1938年まで村役場を琉球王国時代に八重山列島一帯の板所を統括する蔵元が置かれていた竹富島に設置し、これが村名の由来となったが1938年に 島同士の往来が不便であったことを主な理由に、村外の石垣島へ役場を移転。以後、現在に至るまで町外に役場を置く特殊な体制が取られている。竹富町と同様に役場を自治体の外に常設しているのは、鹿児島県鹿児島郡三島村と豊島村だけである。役場が町外にあることで職員の多くが、 石垣市に住民票を置いており竹富町に税収が入らないことや役場を誘致することで町内の人の行き来を活性化させることなどを主な目的として石垣市から大原に町役場を移転させる構想が古くから存在し2002年には町議会でが町役場庁舎の早期移転を求める決議が賛成多数で可決されているこれに対し 竹富町の財政状況への不安や石垣市へ買い出しに行く際に役場へ立ち寄る生活スタイルが定着していること、台風で石垣港と町内各島を結ぶ航路が欠航した場合など、緊急時の対応に不安があることなどを理由に移転に反対する声も根強く、町長選挙。2015年11月30日に実施された新庁舎の建設場所を問う。 住民投票では、大原への移転賛成が1459票を集めて過半数を占めた。住民投票の結果に法的な拘束力はないものの、住民投票条例では町長及び町議会は投票結果を尊重するとされており、川光久志町元武富町長は2017年度中の新庁舎着工を目指すとしていた。 竹富町立大原中学校は大府地区に所在する。ありがとうございます。